体力。そこには、この地上に最も繁栄した国家がある。富も名声も、ここには全てがあった。そして、その全てを手にする機会が、平等に与えられている場所でもあった。この二人の運命を核の残酷に分けて知ったのか、それこそ国家特級学士試験。この国では学歴こそが人間の価値を決める。この国家特級学士試験に受かることは人生を成功を意味し、試験に落ちることは失敗を意味する。そういうに体育の子供たちは幼い頃正規の方法で試験を受けているわけではなかった。試験に必要な数式が書かれた人工皮膚の厚さはわずか 0.2mm。 網膜投影装置を内蔵したコンタクトレンズはありとあらゆる言語を瞬時に翻訳する。これらの方法はとても大幅で、しかし以下の手段を用いてもこれに試験を通過してほしいという。そして彼らは持てる全てをこの日国家特級学士試験に解き放つのだ。大陸として甘く見てはいけない。千年に一度らしい次の時代が始まった。官僚と様子家境が生まれてからこの国のありとあらゆる官僚と戦い続けてきたのだ。今こっちが他人じゃない。生半可な技術ではこの事件を生き残ることはできない。もちろんあの男たちもこの過酷な試験を受けたのだ。一人は幼き子より努力に努力を重ねて L 型生徒となっていった。そして恐るべき C 型生徒となっていた。 C 型にとって L 型のパートナーは必要不可欠な存在。 L 型の回答を移すことで初めて C 型は試験を通過できるのだ。では L 型にとって C 型はどういう存在なのか。試験に向かう人間は少なければ少ないという、自分たちがいずれかを落とそうと考える C 型。
夕方に回答を教える。両者の関係はまさに水と魚、お互い欠くことができないのだ。Thank you.